比較的お尻の方についていますので、立ち姿がまっすぐになっています。なので、演技に間違われやすいのかもしれません。そしてもう一種類は、くちばしと足がオレンジ色の海になります。こちらはエトフィリカと言います。このエトフィリカという名前は、北海道の先住民、アイヌの言葉で、くちばしが美しいという意味になります。とても太くて目立ったくちばしをしていますよね。さて、こちらのウミガメたち、ペンギンと同じように、海の中を泳いで餌を捕まえるという生活をしていますが、ペンギンとは違ったある行動ができるんですね。それ、何だと思いますか？はい、はい、お願いします。飛べる。はい、そうですね、ありがとうございます。空を飛ぶことができます。翼の形に注目してください。羽ばたいているのが今はちょうどないんですけども、はい、翼を大きく広げているものがありますね。はい、翼の形を見ていただくと、ちょうどハトやカラスといった空を飛ぶ鳥たちと同じ形の翼をしています。一方、皆さんペンギンご覧になったと思いますが、ペンギンどんな翼をしていたでしょうか？なんかパンのような形をしている。そうですね、ペンギンは一枚の板のような、その体の少しを見るの小さな翼をしていましてね。こちらのウミガメたちは空も飛べて、水の中も泳ぐことができるという翼を持っているんですね。それでは、いよいよ飼育係に登場してもらい、餌をあげてもらいたいと思います。この時期の
になりますと、自己負担等の移動に集まって、感触するようになっていただいています。そしてこちらに、ベビーバランスのお二人のメニューを提供しています。少々に増えてきている